はい、えー、ショート動画なんですけども、私のショート動画がまた出ました。えー、以前ね、通帳の記入に行った時に何気なく撮った10秒ぐらいの動画だったんですけども、一番左のこれですね、大金持ちになる瞬間ってやつですけども、まあ、大金持ちっていうのがね、どの金額を指しているのかっていうのは人それぞれですけども、実際に、これ、金額の書き込みとかないんですよ。 ただなんとなくこれ再生したくはなるでしょ ?10 秒ぐらいだし。で、それが70万回を超える再生数で、また出てきましたんで、こっからね100万回に向かっていくんじゃないかなと思います。まあ YouTube のショート動画ってのはこういう可能性があるんですよね。もちろん、この人を引っ掛けるような動画ばっかり出していくとアカウントの信用はなくなると思いますけども、でも実際にね、いろんな動画を撮る中で、 あの、きちんとしたオチがついてればいいと思うんですよ。で、横の動画も、これ DJ 社長とかね、有名な方とか、で、151万回でしょで、AV 女優の方なんですかねこれは、どなたか知りませんけど、50万回超えてて、あと新幹線の工事っていうのも何気ないところを撮ったんでしょうね。これ90万回超えてます。それから、これプロの YouTuber さんだと思いますけども、こういうふうにね、ちょっとこう、危険な、 アイキャッチつけてるサムネイルで、や、ほら、100万回を超えるような再生数。だから、こういうところに並ぶってことなんですけども。あの、何の工夫も変哲もないですよ、このショート動画。でも、やっぱりこうやって乗るんですよね。はい。えー、じゃあね、ショート動画に可能性を感じた方は、あやっぱりね、えー、今晩、ズームの方に来ていただければと思います。いや、本当にね、いろんなあの可能性が込められてますよ。これから YouTube を始める方、そして、一度は挫折しちゃった方、YouTube ショートで、最後、の勝負しましょう。